どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、カンチョロイ赤まんじゅうよ。鳥取県の方言で、病弱って意味の言葉みたいね。私はこんなに元気はつらつな巫女だっていうのに、変なこと言った代わりに、今日も何か怖いことを教えてよね。まあ、いいだろう。じゃあ今回は、ガチで突然消えた YouTuber6000 と現在、2022年最新版を紹介するぜ。今やかなり稼げると認知されている YouTuber だが、実はかなりの数の人気クリエイターが、突然消えてしまっているのを知っているか？そうなの？人気もあって稼げているのに、なんで消えてしまうの？そこには、かなり深い闇があるんだぜ。ということで、様々な理由で消えてしまったクリエイターたちの消えた理由や現在について詳しく解説していくぜ。これは興味深い話ね。ぜひお願いするの。よし、任せなさいだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、美容系 YouTuber のミシェル・ファンさんだ。彼女はアメリカの YouTuber で、アメリカをはじめとした世界中で有名な方だぜ。確か、メイク術がかなり参考になるって大人気の方よね。ああ、そうだな。彼女は女性 YouTuber 初のチャンネル登録者100万人を達成し、2015年に行われた調査では、YouTuber として世界7位の年収を誇るすごい人なんだぜ。数々の偉業を成し遂げているのね。それだけじゃなく、今では YouTube の代名詞的な存在に上り詰めたヒカキンさんが、僕が YouTuber を目指すきっかけを作ってくれた人、と話しているぜ。そんなにすごい人だったのに、最近めっきり姿を見なくなっちゃったわよね。ああ、ミシェルさんは、2016年7月の配信を最後に動画の更新が途絶え、それだけでなくインスタも更新が止まっている状態となってしまった。いきなりいなくなっちゃうと、かなり心配になるわよね。一体どうしたのかしら？その後、ミシェルさんが2017年6月に、私がなぜ去ったのか、というタイトルの動画を投稿した。その動画によると、彼女は自分のルックスに自信を持つことができなくなったり、訴訟問題に悩まされたりして、ストレスが大きかったことが理由となっているようだ。訴訟問題？彼女、なんかやらかしたの？彼女は動画内で様々な楽曲を使用していたが、そのうちの一曲が著作権侵害に当たるとして、訴訟を起こされていたんだ。なるほど、有名 YouTuber だとなおのこと目につきやすいからね。有名になったがゆえの問題やトラブルが相次いだ彼女は、人から忘れられたい、と思うようになり、SNS や動画の投稿をお休みしていたんだぜ。現在は再び動画投稿を再開したり、コスメブランドを再び立て直したりして再出発をしているようだ。悩みを抱えたら一度離れてみるって大事よね。彼女が再出発できてよかったわ。続いて紹介するのは、暴露系 YouTuber の、キモノちゃん、だ。かなり過激な内容を取り上げてる方よね。かなりキャラが立ってる特徴的な方だから、印象に残ってるわ。ああ、彼は主にツイキャスでのライブ配信に定評がある大手配信者だ。YouTube でも、現在50万人のチャンネル登録者がいる人気っぷりだぜ。50万人はすごいわね。しかし、人気沸騰中だった彼は2021年12月に動画投稿が途切れた時期があったり、動画が大量に削除されたりしたことがあったんだ。今、彼のチャンネルを遡ってみると、明らかに3ヶ月ほどの空白期間があることがわかるぜ。これは不思議だわ。取り上げる内容が内容だけに、何かまずいことでもあったのかしら？まずいことがあったのは間違いないが、動画の内容が問題視された結果ではない。彼が動画の投稿停止や大量削除に追い込まれた理由は、彼が過激なアンチに脅迫されていたからだ。脅迫？何それ大丈夫なの？彼のサブチャンネルに投稿された動画によると、メインチャンネルは動かすな。言うことを聞かなければ家族に危害を加える、といった脅迫を受けたという。なるほど。これは確かに身の危険を感じるような文言ね。キモノちゃん自身がかなり過激な動画をアップしていることもあって、人から恨まれることは多々ありそうだわ。本当に、人気 YouTuber になればなるほどアンチも増えるからな。で、彼は無事復帰できたのかしら？ああ、現在はメインチャンネルに引き続き動画を投稿できていて、登録者数も当時から4万人近く増えているようだ。復帰できてるのね、よかったわ。でも、これからも用心するに越したことはなさそうね。続いて紹介するのは、高校生 YouTuber の、アイナン、さんだ。あら、かわいい、若いっていいわね。霊夢がいきなりおばさん化したぞ。アイナンさんは可愛らしいビジュアルと明るい関西弁が魅力の YouTuber で、現在14万人以上のチャンネル登録者がいるぜ。これまた大人気の方なのね。だが、アイナンさんはここ半年ほど動画を投稿した形跡がなく、人々から忘れられつつあるようだ。どうして動画投稿をやめちゃったのかしら？
やっぱり学業が忙しいとか？いや、アイナンさんはとても人気がある人だったが、その一方で様々な問題も起こっていたんだ。問題って？まず彼女は2019年に、かつて一緒に動画出演をしていた相方のロビーさんとコンビ関係を解消し、活動中止を発表した。ロビーさんが動画撮影中に不真面目な態度を取ることが多かったことが原因となったそうだ。相方にチャンネルをぶち壊されちゃたまらないわよね。その後彼女は活動休止から3週間後に動画投稿を再開したが、有名人と知り合いであるなどの匂わせ行為が炎上し、さらに匂わせの数々が全くの嘘であることが判明した。そういう嘘は良くないわね。視聴者さんが離れていくわ。そういった問題が重なった結果なのか、アイナンさんは現在 YouTuber としての活動を行っていないようだ。嘘は身を滅ぼすわね。今後アイナンさんが再び YouTube に姿を現すのか、気になるところだわ。続いて紹介するのは、グループ系 YouTuber の、ヘキトラハウス、だ。メンバーは相馬トランジスタさん、ヘキホーさん、川口仁さんの3人だったぜ。ハラハラするような過激系の動画で人気を博していた YouTuber ね。確か今は解散してるんじゃなかったかしら？ああ、そうなんだ。ヘキトラハウスは一時期は登録者数147万人を達成するほど大人気だったんだが、2019年4月に解散を発表したんだぜ。なぜ彼らは解散することになったのかしら？メンバー同士の方向性の違いによるものだ。一時期はそれで不仲だったのか、投稿された動画にも、メンバー同士が険悪な雰囲気となった描写があったらしいぜ。そういった動画が投稿された後に動画投稿が途絶え、視聴者も、解散するのでは、と思っていたが、実際に2019年4月に解散を表明したんだ。メンバー同士の連携がきちんと取れないと、活動を続けていくのは難しいわよね。その後、ヘキホーさんと相馬トランジスタさんは新メンバーカルビさんを迎えた新チャンネル、ヘキトラ劇場、を始動し、川口仁さんはミュージシャンやモデルとして活動しているようだ。しばらくはそのまま活動していたが、2022年5月にはヘキホーさんも卒業という形で去っているぜ。相馬さんとヘキホーさんは相性も良さそうだったのに、なんで卒業してしまったの？ヘキホーさんはもともとアート方面の活動に力を入れたいと思っていて、それを実行に移すためだそうだ。そして相馬さんはというと、現在チャンネル名を、相馬トランジスタ、と改め新相棒のカルビさんと共に活動しているぜ。今はみんなバラバラの道に進んでいるのね。そうだな。だが元々の、ヘキトラハウス、自体は完全に消滅したということで、今回は消えた YouTuber として紹介させてもらったぜ。確かにグループ自体は消えちゃったけど、元メンバーそれぞれが活躍していけそうな雰囲気だし、今後が楽しみね。続いて紹介するのは、こちらも過激系グループ YouTuber、禁断ボーイズ、だ。禁断ボーイズさんも、かなり強烈というか、刺激的な動画が多かったわよね。この人たちも、確か今はもう解散してるんだっけ？ああ、2022年8月をもって正式に解散しているんだが、そこに至るには紆余曲折あったんだ。まず触れるべきは、人気だった彼らのオワコン化が始まる原因となった、2017年のバユー騒動だな。なんか聞いたことがあるけど、それってなんだっけ？バユーとは、2017年5月にスタートした、ビットコインを使った、VA、という株の売買みたいなものだ。当時禁断ボーイズのリーダーだった一君が他の YouTuber たちと共に始め、人気 YouTuber の VA に期待を寄せたファンたちが買っていった。しかし、一君たちが急に全ての VA を売りに出したことで、皆が買った VA は大暴落大炎上する事態となったんだぜ。うわぁ、それは大炎上するはずだわ。この騒動を受けて、禁断ボーイズは一時活動休止となり、再開してからはあまり動画が伸びなくなってしまったんだぜ。そりゃ、ファンの期待を裏切るようなことをしちゃったんだものね。そして2021年9月に中心メンバーだった一君が卒業してしまった。これって、グループの、顔、が消えてしまったようなものよね。2022年には新メンバー、タッツン、を迎えた、オワコンボーイズ、に改名して活動を始めたぜ。この時、彼らは、3ヶ月でチャンネル登録者数200万人を超えなければ解散、を公言していた。200万ってかなりハードル高いわよ。どうなったのかしら？結局、登録者数が200万人を超えることはなく、オワコンボーイズも3ヶ月後に解散することになったぜ。なんか悲しい最後ね。ああ、いくら人気を得た者たちでも、それを維持し続けるのは難しいということなんだろうな。そして、最後に紹介するのは、綾野ののさんだ。彼女は2014年から活動していた YouTuber だ。自身も YouTube 好きで、高校生になったら YouTuber になろうと決めていたらしいぜ。すごい行動力、彼女、参考になるメイク動画とかも出してて同年代から人気があったわよね。ああ、そうだな。
他にも名だたる YouTuber とコラボしたり、コンビを組んだりして話題の中心にいた人でもあるんだ。しかし、チャンネル登録者数50万人も目前だった2019年4月に、彼女は動画を投稿しなくなってしまったんだ。さらに、翌年の2020年には全ての動画が削除され、公式 Twitter も削除され、さらに所属していたUUUMからも名前が消えていた。あれ？いきなり投稿がストップすると心配になるわね。どうしたのかしら？今でも、彼女が急に消えた理由は判明していない。ただ、彼氏が原因だったのではないかと噂されてるんだぜ。彼氏。ああ、綾野ののさんは YouTube を始める前からファンだった、アバンディーズのエイジさんとお付き合いをしていたという話があるんだ。エイジさんって確か、お亡くなりになった方では。そう、エイジさんは2019年1月1日に、サイパンの海に流されて亡くなってしまった方だ。この出来事は、世間が大きなショックを受けたわよね。ましてや、もしお付き合いをしていたならその精神的ダメージは計り知れないわ。綾野ののさんが動画を投稿しなくなったのはこの年の4月なので、関係がありそうといえばありそうだが、現状では何とも言えない状況だ。すべて噂の域を出ないからね。また、一説によると綾野ののさんはかつて、歯科衛生士になりたい、と語っていたらしく、そのために YouTuber を辞めたのではないかとも噂されている。どんな事情があったのかわからないけど、いきなり推しがいなくなったらファンがとても悲しむわよね。そうだな、当時は状況説明も難しい状況だったかもしれないが、せめて引退を表明するなどのアクションが欲しかったところだぜ。ということで以上が、ガチで突然消えた YouTuber6000 と現在、2022年最新版、だったぜ。ほんと、みんないろいろな理由で表舞台から消えていっていたのね。人気者がゆえの悩みや大変さ、ストレスとかいろいろあるんでしょうね。そうみたいだな。まだまだ消えた YouTuber はたくさんいるから、好評だったらまた紹介するぜ。第2弾、楽しみよ。ってことで今日の動画はここまでだ。動画への感想やご意見など、気軽にコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただき、ありがとうございました。この他にも、おすすめの動画がたくさんあるので、ぜひご覧ください。それでは、またね。